ハンマークの本家のハンマイオ先生です。まあ私はね、事実上は本当は世界一の金持ちなんですね。で、ハンマークの本家の本物の貴族だしね、君は要は岩となりてるのね、ハンマークの王様なんですけどね。またね、パソコンの発明者では世界一なんですね。で、マイクロソフトでも、まあ、ビル・ゲイツが創業者と言っていますけども、実際は私の方なんですね。アマゾンさんが長者番付でも1位でもね、ありますけれども、実際は僕のパソコンの発明でできた通信関係の販売物で、彼よりか上なんですね。本当の創業者はね、上になるんですよね。で、そういうので無数にあるんですね。日本の孫さんとか言ったって、実際は私はエレクトニクスなんかかな、開発研究でできてるものを使ったりして、運営では彼よりか上なんですね、事実上ね。で、そういうことでね、実際はそうなんだけども、なぜ私がお金を取ってないかということで、後でまあ少しずつは取りますけれども、力関係というのがあって、例えば大家として、先ほど話したように人にね、高級マンションなんかを貸すというようなことで、自分で持ってても力関係で入らないよということで、何百も持ってても一個も入らないということはするんですね。この YouTube のアクセスでも年間3億円ぐらい入るものなんだけど、私が話してね、大物が話してるんで、拒否して1000以上アクセス絶対入れようとしないんですね。で、1000以上アクセスしないと収入権をカットされますから、今のところゼロなわけですね。そういうふうに自分の持ってるアパートね、高級マンションとかね、もう同じでね、私のとこだけ入らないわけですね。で、まあしかしそれで大丈夫なようにして、仕事をもっと多くするわけですね。で、今回の場合は大事な投資情報なんかでタダで聞かれてもらったら逆に困るから、アクセスない方がいいわけですよね。お金取って取れるものですからね、タダで聞いてもらうというようなことはね、嫌なんで、アクセス少なくてもいい、まあちょうどいいんじゃないかというようなことでね、なるわけですよね。で、そのアパートでも自分の持ってるのが入らなくても、例えば自分の仕事関係で入ればいいわけですね。自分の関係者が入るとかね、会社を経営してるとかね、そういうようなことをしてね、弱みを取られないって。で、それに対してただ YouTuber でやってる人、2億円とかね、1億円稼いでる人、年間ね、5億円稼いでるって言いますけども、それ1本だから、他にそれアクセスしないよって言ったら困るわけですよね。だから、そういうふうに、たくさんお金取ってるようだけども、全部じゃないけどね、みんなの言いなりに、例えば、こういう時は死んでくれって言うと、死ぬ仕事しないといけないんだよね。みんなのために言わないといけない。そういう辛いことがあるんですよ、私と違ってね。だから、私はそういうのは嫌だから、ね、みんなの言うこと聞かないわけですね、一切ね。で、YouTuber のその死ななくちゃいけないっていうのは選ばれた人だけですけどね、全員がそういうわけじゃないですけど、ね、ただ回ってきたら死なないといけないんですよ。みんなのために動かないといけないです、大事な時はね。死んでも仕事しないといけないんですよ。悪いこととは言いませんけど、じゃなくてもね。で、孫さんもビル・ゲイツも同じなんです、億万長者だけど。これ言うなれば、みんなに任せて金持ちだから自由じゃないね、死なないといけない、仕事しないといけないかもしれないんですよ、ね、これはね、
私たちが、私の方が金持ちだからそういうことは拒否してるわけですね。一切やらないように自分でやってるわけですね。だから言いなりにならないんですね。絶対どんな力関係で人間たちと動いてるわけですね。で、人間たちにできないんです、その力。人間関係と人間たちでね、力大勢だから ね。で、本物の、だ後でお金は僕は取ってきますけど、もう投資では無限に稼げるんで、ね、まあ他でもそうだ、無限に稼げるんですけど、ただ爆弾を落とされるとかね、そういう力関係 になってます、今現在はね。で、マレーシア航空機も、私が乗る飛行機も撃ち落とされました。投資で無限に稼げるということで、ソ連の、MT のロシアの会社が戦争を撃ってきたんですね。まあそんなこととか、福島の原発も私はこっちにいるのに、攻撃で世界の人間と日本の国会、全員大統領でわざとした付け火ですね、福島の原発。ちゃんと通報してますし、そういうことだよというようなことで話してるんですね。東海丸臨海も同じですね。ということで、付け火です。私を殺そうということで攻撃できたことなんですね。で、私一般人じゃないしね。で、天皇は作られた昔の大統領で、貴族じゃないです。私のは本物なんで、全然違います。上の上で。イギリス、エリザベス女王も本物じゃないです。で、付き合いは当然、イギリス、エリザベス女王は私の方が多いですよ、天皇よりか。あ、だいぶ後にできたものですけど、ね、私のは本物の貴族だからもうめちゃめちゃ古いんですね。で、人間たちは自分勝手の動きでやりたいということで、本物は全部どかします。ね、私が20代に松下電器産業株式会社に追い出された時もそうでしたね。一番トップだったけど嫌だ